トガ人の皆さん、こんにちは。超高機能汎用窓口係、プルパくんです。本日は、喜ばしいご報告があります。我がパノプティコンのインフラ整備工事が、ついに完了しました。今後はネットワークを通じ、遠方のトガ人とも、共同ボランティア遂行が可能になります。これも皆さんのたゆまぬ貢献のおかげです。ついてはいくつかの新制度が利用可能となりました。社会不適合者の皆さんでも理解できるようわかりやすく紹介します。レッツ学習。まずは低下層でくすぶっている社会不適合者の皆さんに朗報です。無駄に時間を浪費している皆さんは相互支援制度をぜひご利用ください。各地のトガ人に協力を仰いで苦手なボランティアを手伝ってもらいましょう。この制度を使ってボランティアを成功させた場合、成功証明を発行します。価値のない余計なプライドは捨てて、一刻も早い上位高度昇格を目指しましょう。逆に普通の貢献には飽き飽きな腕利きトガ人のあなたは、新たな敵地振興ボランティアに参加してみましょう。指定した敵対パノプティコンや攻め込み、直接損害を与えることができるのです。接戦している敵対勢力と差をつけたり、巨大勢力にみんなで立ち向かったり、都市国家序列を参考にうまく戦略を練ってください。なお、この機会に都市国家の序列だけでなく、トガ人個人の序列も公開することにしました。集計方法が複数あり、それぞれの上位トガ人にはありがたい報酬を予定しています。以上の通り、当局の素晴らしい政策によってさらに貢献の幅は広がりました。我がパノプティコン繁栄のため、より一層の努力を期待します。レッツ貢献。